の普段ね、家でよく自転車乗ってるんですよ、ほぼ毎日から乗ってるのなんかちょっとスーパー行ったりとかね、近所に用事がある時なんかに乗ってるんだけど、この間、お休みの日があってね、朝から久美さんとね、ちょっと遠目のスーパーに行こうと。 自転車じゃないといけないぐらいの距離にある、うんでまあ、それぞれの自転車があるから、うんまあ、一台ずつ乗ってね、スーパーに行ったんですよ。うん で、まあ、ついて、まあ、ついてというか、乗ってる最中、なんかちょっと、うん、あれなんかちょっとおかしいな、とか思いながら、こうん、自転車こいでて。うん、で、ついて、まあ、確かめたりしたのよ。うんうん、で、なんか、どう、なんか空気が抜けてる気がしたわけですよ。降臨、うん、のね。降臨の。うん。で、抜けてるな、<ー>でもなんか感覚的に、その、 こんなような感じだったような気もするし、なんかちょっとこのクッション性というかね、サーがんってなるとなんかちょっと、いつもと違うような気もするぐらいの、勘違いの違和感なのかなっていうぐらいの感じだったんだけど、調べてたら、久美さんはどうしたのって言ったら、なんかちょっと空気抜けてる気がすんだよねみたいな、ああ、そうなんつって言ってて、スーパーで買い物してさ、で、帰って。 年末も来て、うん、で、また自転車乗って帰ってきて、で、また、う,んうん、うーん、なんかでもやっぱちょっと空気抜けてる気がするな、で、こ,れこうね、つまんでも、うん、そのスーパーでつまんだのと、あんま変わんないの気もする。うんうん、でもなんかちょっとへこみが強くなってる気もする、抜けてる気もする。 で、まあ、やっぱ、なんかちょっとパンクしてんのかなー、つって。で、言ってたの。そしたら、久美さんがね、いや、もうそれ、多分もう、もうしてるから、そんな、なんか気になるんだったら、もう、もう、日ねそね、休みだったり自転車屋さんに行って、直してもらった方がいいよ。なんつって言われたのよ。あー、とか言いながら。でも、なんか、パンクしてるかどうかが、まだ、定かじゃないのよ。 私の中でんかパンクってもっとさんかこう結構急激に早い時間でもう空気け時もうコベコになるじゃないですかというイメージだったのねでいやまあパンクしてるかどうかもまだ分かんないから行ったところでなんじゃないみたいなこと言ったら「いやでももう気になってる時点でとりあえず行けばいいじゃないか」と自転車屋さんに「パンクじゃなかったらなかったでいいじゃない」みたいなこと言われて「おお」なんつって言って。 で、部屋帰ってね、で、久美さんはそのまま出かけていって、で、私はこの家でね、ゲームしたりとかね、あのベランダから外見たりとかさ、してたのよ。ベランダから外見た最近そうね、ベランダにそうをかってたんじゃないけど、あの。 ドンキホーで買ったね、安い500円ぐらいの折り畳みのね、チャンピオンの椅子う座ってさ、あの、家でこう水出しのね、アイスコーヒーをね、こう飲みながら。俺じゃねえかよ、電天気も良かったし。うん。こう。いや、取り入れんねん、お前。リスナーじゃねえかよ、お前。ヘビーリスナーじゃねえかよ、お前。このテーブルも買おうと思ってからね。ういいな、リトルトゥースじゃねえかよ、お前。 <laughs> やったりとか、している最中も、うんその、クミさんからね、自衛隊さんは行ったのとか、うんうん、ちょいちょい入ってきたのよ。うんうん、で、まあ、うーんとか言って、なんかごま,、うん、ごまかしたら、まあ、うん、正直もうその時点では、大丈夫、うん、別に、パンクじゃないだろうから、うん、多少なんかこの空気が、段差とかで、うん、 ってこう抜けちゃったりしてる状況なんじゃないかと思ったから、行く必要ないと思ったから、まあまあとか言って、流してたのよ。で、それでもなんかしつこく、しつこくというか、何回もね。っって言ちゃるけどね今来るから、まあじゃあちょっと、探してみるかと思って、自転車屋さんを、家の近くに。で、今ほらもう、グーグルマップとかでさ、自転車屋さんって入れたらさ、もう出るじゃない。入れとうの 自転車さんみたいな全部パーっとピンが刺さってね、まこんな20件ぐらいあったのよ、うわ、はい、こんなあんだと思って、うんうん、で家の近くからこうそこにさ、あのーあ、当てるとなんか、ね、クリックなんかあるじゃない、うんうん、するとこう出るじゃん、情報が。ねうん、で、ホームページある自転車屋さんはそう調べて、うんで、なんかこれぐらい時間かかるとか、いくらぐらいかんだっつって調べたら、大概もう1000円なのよ。うん パンク直す税込みで1100円、うん、1100円かーと思ってたしやお前よ高校時代その自分でパンク直してたからね部室のとこで直してたなガム貼ってガムテープ巻いてたもんなガムテープ巻いてさ <laughs> とりあえずねあれあったよ ガガムム貼ってテテープピングだって、自転車さんがパンク直すのをこうやって見て、あれならできると思って。やってたのに、オケ持ってきて、タイヤ外してさ、穴開いてるところ見つけてさ。ヘラみたいので、なんかアイスの棒みたいなやつでこうさ、そそそうううこうね、フレームとかやって、チューブ出して、てやった水にね、こうくぐらして、穴探してさ、でガムこうやってさ、入りつけて、こすってさ、ガムを。で、ガムテープね。 あれでねその、持つのよ、ま,あまあ、またすぐね、うん、シュてなんだけど、1100円だったらさ、1100円かっつってで、まあ、とりあえずそのピン刺さったとこ、全部見てみようと思って、マジで、うん、<ー>で、もう、まあ、本当、最後のほうも,もう日も暮れちゃってさ、暗くなっちゃってさ、うん、昼間から始めてさ、うん、調べてた、うん、そしたら、何時間調べてたの、うん いや、もう結構、その時間なんかあんま見てないけど、2時間、3時間ぐらい調べたんじゃないで、載ってないのもあんのよ。うん。あのー、そう、ホームページがないところもあったりするの。うん、そうなってくると、あの、グーグルって口コミがあるじゃないですか、うん、そのお店の。うん、で口コミで ばーって見ていくと、こちらのお店は1000円でパンクを直してくれましたとか、値段を書いてる口コミがあったりするのよ。それはあればいいんだけど、ない口コミもあってさ、そうすると、その自転車屋さんとパンク修理、料金、うんうん、とかでもう一回検索にかけなきゃいけないわけ。けそうすると、なんか誰かのツイッターとかでぽって出てきたりする。 いやいや日さんってね、節約家なんですけどもね、うん、これ時間っていうのもね、機械費用としてね、あのお金換算できるんですよね、で、その時点で2時間ぐらいね、あのー、時間を無駄にしてるっていうことはね、これはね、すね。正論言うなよ、<laughs> やめてくれ、正論は。あの、なんか、うん、あの、ユーチューバーみたいに喋ってみたいな。 淡々とセイロをソファーにこう、うん、<laughs> ゆったり背中つけながら淡々と、うん、逆に損してるんですよね <laughs> 逆に機械費用って言うんですねでそれで三時間時間を使っててってことはこれ損してるだから春日さんでバカなんですよ <laughs> やめろセイ <laughs> 猫調べさんマサヤスが <laughs> マサヤスが管理人マサヤスがスが喋ってる <laughs> <laughs> いやそれって調べてたら、うん、そのふ二駅先ぐらいのところに人乗り電車屋さんが五百五十円だったのよ。<ー>うわっつって、ね、やっぱあるじゃないかと思ってさ。まあ、まあ早く行けよそこ。それで行ったの。そこ五百五十円やっぱり。で行った。 着いてさ、それで、時日でもそんなに、うん、減ってなかったりするんでタイヤのっせな、早く見せでも来たからには、でもね、週になんか当たり前だろ、550円、何時間も調べて、バンコお願いしますなんかおじさん出てきてさ、なんかね、作業着来た、つなぎ来たおじさん出てきて。 あのパンクお願いしますって言って、ああ、降臨がね、なんか空気抜けてる気するんですよねってああ、ちょっと見てみますねつって言ってくれて、で先に聞いとこうと思ってさ、あの料金これって、あのいくらですかって聞いたら、1100円ですって言うのよ。えっってって、えっ、550円って、すげえな。 あと、五百五十いですかって,言,ってそ言うんだ。うん。で、ちょっとあの、ネットで、五百五十って、うん、あのー、書いてあったんで、うんうん、あの、ちょっと、家遠いんですけど、うん、うーわ。ちょっと来たんですけど、うーわ、言うって言ったら、うん、おじさんが、ああ、まあね、まあ確かに。うん あの、百五十円でやることもあんだけど、つって。でも、それ、あの、あれなのよ、つって、あの、うちで、あの、買った自転車だったら、百五十円なんうちのそのシールが貼ってあるんだよね、つって。あ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、1100円です。うん。で、うちでね、あの、かわ出てないでしょ、つって。ああ、もうそうっすね。うん。ネットで買ったから。 よかったそこは買いましたって言うやつだと思ってるからシールがあるっていうかそ完全な嘘じゃないかよシールのこと何とでも言うじゃんお前言わないよさっき言われちゃってみたいなこと言わないそういう印象があるから昔からの積み重ねでさすがにさすがにじゃあそれだと1100円になってゃうね1100円だよなっちゃうねじじいってね言われたからそのまま帰ったんですよ私 すごいな、でも、うん、1100円ばっかりで、うん、もうお前の中で分かってるね、うん、パンク修理ってもう令和3年、1100円、うん、<laughs> パンク修理令和3年、1100円、パンク修理令和3年、1100円ね。入ってるね、入ってるじゃもう直しちゃよかったじゃん。いや、でも、いや、だからそれは、いやその人きど、なんか、えーって思っただろう、うまた来ました、言ったのよ。 うん。その、その、ねそれ、<そ> I'll be b って言ってたの。なに、また来ますが、<laughs> うん、ボットわかんない。また来ますって。それが、なんでパンク、だそんな、カスガの中でまだパンク確定じゃなかったのよ。<laughs> <ー>その自転車さん着いた時点でもう、見てあ見て全然、その、朝、このスーパーで。あ、スケお前、空気入れても、<laughs> なんかブヨブヨなんでしょ いや、あの、スーパーで確かめた朝ね。うんうん、確かめた時と、あんまり変わってなかったの、うんうん、うん。そんだけ走ってた遠いんだもんね、家が。そうそうそうに 2> 2。2キロ以上先なんだね。その2駅以上先なんだから。てんだ、お前。バカだな。近くで千百円で直して、その2時間分人生を楽しめよ。じい、うん、で、パンじゃない。 かもしれないっていうのがあったからっていうのもあってあの帰ったんですよまた帰ってでで帰って駐輪場止めてもあんま変わってなかったのああじゃあパンク気のせいだと空気入れりゃいいんだんかのあれであのちょっと抜けちゃっただけでパンクではないんだろうなと思ってだよ空気入れろ

いやクミがよ、その、パンクなんじゃないのとか言ってんとか、空気入れろ <laughs> 空気入れてまたブヨッとしたらパンクなん空気を入れないだってヘッ俺女子バスケの監督みたいな感じなん空気入れない <laughs> 入れなさいなん空気入れない 立ち上がっちゃって。<laughs> 電池が立ちいって前出ちゃって。なんで空気入れないのいや、そんなに減ってなかったから。それ朝から。べこべこじゃないの。でも、ぶよぶよ感はあるんだろちょっとでも、ぐってやったら、うん、あの、めり込むぐらいで。空気入れろなぜ入れない <laughs> 走ってもガタガタじゃなかったから。 パンク空気抜けてガタガタになるしなんかちょっとケツ滑ったりするじゃないなんか溝とかに持ってかれてさはいはいはいそれは派手に穴なあいつたらねそこまでじゃなかったかそういうの知ってんの自転車のことはやっぱりこの自転車通学してたから下くさからね高校の時知ってるから自転車のことパンクじゃないのねじゃあパンクじゃないでもじゃあんで行ったのよ550円とこにいやだから一応クミさんも言うし まあ550円だったらパンクじゃなくて見てもらってもね、見てもらってパンクじゃないって言ってもいいかなと思ったそれは空気入れてもらって終わりだもんね、そうね、でやっぱパンクじゃなかったですっていうのでもいいかなと思って行ったわけ、安いから、でも、1100円だったから帰ってきて、で、なうやっんその道中、その3、4時間。で、久美さんにもそれ言って、自転車屋さん行ったんだけど、パンクじゃあって、550円。 ですが1000円だったらやめたとか言わないでそれは言ったら大変なことになるだ, <laughs> <laughs> だからなんかパン じゃない結構走ったけど、帰ってきても朝と変わってなかったから、パンクじゃないと思うのよでも久留さん、いや、パンクなんじゃないのなんつって、いうのがあってさ、で、次の日の、次の日の朝ね、こうね、保育園に送りに行こうってって、二人でね、自転車に乗って行こうと思って、で、私がこう自転車にまたがったら、ガーンって言って、もう完全にパンクしてたのよ。 ほらパンク後ろが。えっつって、あんなに後ろが、まだあったんだよ。うんだお前、知らないんだよ。過信すんだよ、自分の。もう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 、完全にもう、フレームよ。パンクで。座ったら、ガンッて。パンクじゃん、じゃパンク。ううん。もパンクしてるわ、つって。で、言ってたよ、久美さんも。じゃで久美さんに、もうパンクしちゃってるから、もういけないのよ。そのおゆけの送りにね。もうかなりこっちは。もうだってもう、あのあの、鉄のさ、 輪っかの感触なんだもん。はいはい。パンクじゃないか。パンクよ。完全なる。うん。で、あ、こいつパンクしてるわ。つって言ったら、クミさんが、はああ、だろうな腹立つわなんだから言っただろうだよ。その、歯が全部含まれて。朝8時過ぎに駐輪場でさ、クミさんにさ、こう抱えなら怒られる1100円だろ、うん。1100円。あの、ま、今週のね、水曜日がもう一日もう本当に、 タフな一日でね。あの、朝から。はいやるね、はい、やるね水曜日。お前、まあ、やるってか、やったんだけど、<laughs> いろんなことをやったから、非常にタフな一日だったなっていうまあ話なんだけどね。うん、あの、まあ、ああるはある、全然あるのよ。そのなかなかこの、ね、寝ないで。やってんもんな。あの、そうね、あの、<laughs> ね、このラジオで話しましたけど、 うんあのー、ラジオ終わりでね、そのままあのー、群馬の山をさ、連れてかれて、あそのままと思うよ、んあのー、寝ないで、その山の中のロケをね、あれ、泊まりだったのかな、泊まりというか、その山でね、うん、過ごすみたいな、タフなロケっていうのある全然あるんだけど、あのー、それは全然いいのよ。体を使ううというかね うーんなんかこう体的に疲れるロケって全然いいんだけど、うん、この水この間の水曜日はこの頭を使うのですごくさあ<ー>疲れてあんまないよね、うん、ないないのよ別に、うん、い,い,いいんだけどそういうのもねやっていかなきゃいけないなってい,いわゆるその お笑い力というかさそういうのが試されるようなこともあのやっていきたいと思うんだけどまあ今後ねうん今後というかあ<の>まあまあそうだね今後もねやっていきたいなっていうのはあるからいいんだけどうん、うん、それにしても大変だったなっていうことなのよでもう朝のねそのもう5時起きでさでもう6時入りよ5時に起きてもう 6, 6時に入って。 でもうやるんだけどさまあまあもうねあの予告で出てたからそれいいとは思うんだけどさ「あのー、ラビット!」にね「水曜ラビット!」に「水曜ラビット!」に出てる子をこう裏でコントロールするみたいなね「んふんふん水曜の」のあのー「 水曜日ののダウンタウンンタ、ねうん、ロケがあっへえ。でまあだからその出てるそのあのくんっていうね女の子の大喜利を裏でその大喜利芸人がいろいろ指示を出して言ってもらうみたいなねそういうロケーションがまず一発目それも6時入り。 今すぐ、まあ、だから、ラビット前にもね、オープニングとかとんなきけないから。うん、うん、そう、やってたのよ。ああ、そうなんだ。そう,そ,うそ,うそう、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 う。ん、なるほど。うん。でね、あのーま、まず、あのー、ギリギリまで、自分が、大ギリギリに出てんのよ、私が。うん。 並びがさクッキーさんとさ、笑い虫の西田さんと、粗品んと、あ私と、キリの田村さん、大喜利芸人でやってる、田村さんは大喜利芸人っていうイメージっていうよりも、相方さんだからね、川島さんの MC の、いらしてんだろうなと思って。そで、いる意味はあるというかね。 オファーをされてる意味はわかる。それはあるよね。下手だなぁ。なんでヒロシの方の相づに合わせんだよ。あいつ、なんだよ、あいつの相づち。やってる、やってるなぁとか。いらないなあそこの。<laughs> やってるなぁとか。トイレで消えてたけど、いや合わないなぁと思って、ヒロシに合わせないと。<laughs> 聞いてる人が混乱するだろうね大丈夫大丈夫よなんだろうなわざとやってんのかなごめんごめんごめんあのそうか「ララビット!」なんでちょっと自信なくてあのあの受け手としてのいや受け手は別にいいヒロシに買わってもらったんだけどだからなかった自信なくてはいやいやいやちょっとやっぱ気が弱い時に見ちゃうもんだね自分のネットの感想を うん、あのトークゾーンの自分でさっきのもう、うん、もう,もう国だらけでそんなことないだろう <laughs> なんで今週に限って酷評だらけな、うんだ、うん、もうやめようかなそろそろやめようと思ってたけど、うん、いいきっかけの日だなって書ってた人もいたな若 <laughs> <laughs> 林自体がもう枯れたなとか、ねま、そういうのばっかりでもん、まあ、へ,へこんじゃって <laughs> でももうやっぱり見るのやめようと思った。春日と喋ってる時のワクワクとドキドキだけを信じようと思った。うん、それはそれは素晴らしいことだと思うよ。で、今ここまで。うん。ワクワクしてない。それはもうこっちの責任だね、春日。これ申し訳ない。いやいやいや、すごいメンバーよ。すごいメンバーの中に入ったの。り芸人で入ってるから、もう、そのメンバーのことは知ってたの。はいはい。 そういう企画っていうのも,もちろんね、うん、聞いてたんだけど、うん、もうそのメンバーに自分が入ってると思ってないから、行、うん、くまでその、うん、あのくんの役を春日やると思ってたん出てね。出て、うん、その大喜利芸人さんたちの答えを、うん。 出す方だと思ってて、その前の日、フワちゃんにも、明日ラビット出んだよね、とか言ってるぐらいだったのよ。ああ、なるほど。で、言って、はこっちの大喜利芸人の方なんだって。なるほど、なるほど。びっくりしてさ、水出だったからまず言ってね、いやいや、そんなお前こっち側だろ、みたいな言われてさ、いや、聞いてない。まあまあ、しょうがないとか言ってもしょうがないからさ、んで、そのメンバーの中に入ってね、若林さん経験あるだろうけど、 やる大喜利をさ出すってさなかなかタフなさ簡単なお仕事じゃないじゃないあそう思ったんだで仕切るのがジュニアさんなのよはいはいはいがっちり大喜利得意メンバーやるシチュエーションじゃないでまあ朝からさ緊張しながらねみんなで「ラビット!」のクイズが出てそれまあまあまあほぼほぼ大喜利的なね問題なんだけどそれをみんなでその 出た瞬間にわーっとってで、ジュニアさんがこうね、うんうん、あのー、それ行こうかっ,つって言って、ゴー、うん、サイン出して、そうそう、うん、そんなみんなの分をさ、うん、いけないじゃん、数的に。 なるほどね、限られてるからね、時間は。で、みんなで見てるのよ、モニターとかそのオンエアを。で、見ながらずっとやってて、で、結局、1問目が出たのが8時半ぐらいだったのかな、過ぎぐらいか。で、もう私はもう、ドキ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 してるわけ。まあ、頑張んなきゃ、そうそう、で、出てさ、なんとか考えてさ、やっぱまあ、もうすごいじゃないメンバーの方々がね。 とか、まあ、やってたらさ、その水着が前に座ってさ、カスが出せみたいな顔をしてるわけ。はいはいはい、出せ出せ。そう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 。で、まあまあ、出したりとかしつつ、まあ、やってて、結局。四問ぐらいかな。うん、三問四問ぐらいやってさ。十時までの間に。で、まあまあ、一応なんかいる要因的には、そのラビットに。あの、結構ゲップ数出てるから。そうそう、それの情報と 知ってるからね。どれぐらいのところでクイズ出るのを一茂さんにね、聞いてもらったりとか、ランキングのなんかね、あれでとか、こののきは、いろいろラビット情報みたいなのを言う要因でもあったから、そこの大喜利芸人の中にいさせてもらう理由は、まああったとは思うんだけどね、なかなかタフなお仕事です朝から慣れない大喜利やって、メンバーもすごい。やっっってて終わちょとあの ヒルナンデスまでに時間があったからね、楽屋でね、クールダウンしてさ、はい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 おいで、昼のナンス行って、仕事に行って、で昼なんですは昼なんですでさ、不意にさ、結構な振りが来る時があるじゃないですか、たまにね。だから、まあ、長いこと出してもらってるっていうあれでも、油断はできないわけですよ。ラップ急にられたりし ラップの振りかどうかもわかんないんだよなぁ。<laughs> そうそう、ああいうね。うんあ<の>。急にジョイマンやったりね。<laughs> はいはいはいそう流れ、流れで生まれる振り。んね、南原さんとか他のメンバーとかー。よく聞いてないとダメだよね。そう,そうそうそう。うあるし、急になんか味の感想を、なんかな。何,何、何、で。かっこよく言ってく,れとかさってください。うそうてさ で振られることもあるじゃん。なんか、川柳もあったりするから、なかなかその、ま、頭を使うというか、気を抜けない、楽しくはやってんだけど、スケジュール的に気を抜けない、あの、ま、2時間だったりするわけですよ。なるほど。で、ま、その後よ。あと。その後に、あの、ま、特番があってね、で、その特番っていうのが、ま、言ったらこう、ま、大喜利とか、その、 テーマトークね。テーマがあって、それぞれ話をするみたいなのをやる、ちょっと変化球の、ストレートにそういうんじゃないんだけど、よくよく見たら、あもうそっちのね、大喜利トーク力を問われる番組だったのよ。で、そこのメンバーがさ、ケンコバさんとかさ、イ悟さんとかさ、さらばの森田くんとかさ。 錦鯉の渡辺さんとか向井君とかダンサーのヒコロヒー君とかさ力のある人たちが揃ってる現場なのよ。 確かすごいメンバーすごいメンバーじゃん。でまあまあそこ行ってねでも飛び込みぐらいの時間がスケジュール的にスケジュールで向こうも巻いてるなんて言ってたから結構バタバタした感じでまあ行ってさまあまあやるんだけどさもう大喜利まあまあ大喜利はもうまあんかそのお題のね感じとなんかあるじゃないですかすごく浮かぶやつとさそうでもないみたいな。 でそのメンツがいて、で大体一つのお題答えのに、行きすぎても変でしょ、数をね、なんか、流れとかもあったりして、この答えがどうとかさ、いろいろ頭使うじゃないですか。ははははいいいいで、そのまま続けて、なんかそのテーマトークみたいな感じになってさ、でどんな話、このテーマだった、こんな話あったなとか、いろいろ思いながらさ、で見つけた 時にはもうなんかかその流れじゃなかったりるほど。うん、なんかエピソードトークじゃなくて、なんか結構、生っぽい話の方がうつ受ける時とかって、その日の朝にとか、うん、この収録の休憩時間にしたら、なんか5年前のロケの時の話ってなんかはまんなかったりするじゃないですか。うん、なるほど、なるほど。そういう流れな、ね、そを考えながらね。うんうん <laughs> 休憩になってさ、向井君と話して、向井君は朝からやって、7時からそんなことやってんだって、長かったそうそう、私は途中からなんだけど、疲れましたね、疲れるよね、やっぱり頭を使うというかね。 体の使わればさっきの話じゃないけどさ、朝からこうわーっつってロケもまあ疲れるけど、疲れる具合が違いますよね、なんつって、私も途中からだけど、そうねー、なんつって話をしててさ、で、やっぱやりながらも、なんかあんま考えられなくなってくるね。なるほど。考えすぎて。そう。なんか回らないと、こう、ぼーっとするというかさ、なんかこう、周りがで起こってることが、 今怒ってんじゃない怒ってるば分かなけど、なんつうのあの。確かになぁ。え、映像っぽく見えるっていうかさ、なん、なんつうのかなうん。集中してない感じる。そう、集中して考えようとしてるんだけど、なんかテレビ見てるみたいなさ。なんかポンと。そうそう、なったりとか。まあ浮かばないんだけどね、焦っててさ。うん。っていうのもあったりとかしてさ。うん。で、もう途中でなんか眠くなってきちゃったりとかね。はいはい。して、で、もいや、もうこれ、 まずやっぱ思うね。うん、なんで一日に大喜利が2回入ってんだよと思ってさ。うん、そうね。朝から。一<ー>個ずつに、初めて思ってあんま思わないけど。うんうん、そのスケジュールのね。組踏、はい、み方みたいな。いくらなんか体張る、そ寝ないで山とか全然いいんだけどさ。だ<ー>からそういう頭使うやつは、はい、やっぱ一個にしてほしいなと。<laughs> <laughs> ああ朝からやってるからね。朝6時入りでやってるから。ああで、ねそのお笑いライブの企画での大喜利とはわけが違うじゃないですか。な、でもテレビだからね。ねすごいメンバーの中で朝もそう、うん、夜もやってるからさ、うん。大変だわ、それは確かに。んで、で、<laughs> いろいろ、なんか、結構な数やったな、うん、でやって、うん、でその中で、まあ、どうなんだろうなとか思いながらやってたんだけど、うん、その中で唯一なんかちょっとこの、はまったそのお題があって、うん、あの一つでしょ、しょうもない話をしようみたいな時間があってさ、うん、その時は、なんかすごいはまったのよ、なんかあんまり考えられないから。うんうんうん そのパッと思いついたのを、ポって言うっていうだけで、しょうもない話。したら皆さんがしょうもなって言ってくれる、それもその起承転結とかじゃなくてさ、シンプルに何も起きない話とかね、そういうのは、なんかいくつかできたのよ、逆に状態が良かったというかさ、うんで、結局終わったのが。 23時ぐらいだったかな結構やったねいや、結構やったんですよ、で、まやっと終わったと思って、まタクシー呼んでいただいてね、帰ろうと、支度して帰るじゃない、でまそのスタジオの出口の方行ったのよ、したら、そこのスタジオの、あの何、体温とかをさ、測る、あるじゃん、日本放送だってなんかこうね。 映像がちょっと縦画面でさ、映ってさ、何度とか出るやつ。この枠にっ人がた、そうそう枠に入ってみたいな。うん、でそこのスタジオの、その、体温を測るやつが、うんうん 16インチぐらいかな、テレビ画面、ちょっとちっちゃめのモニターテレビ画面、モニターな感じで、そこに、だから来た人が映ってさ、サーモグラフィーのやつだったのよ、温度が色でさ、わかるやつ。で、そこの、なんと話にそこばーっと通って、入り口のに入ってきたの通ったからさ、帰ろうと思って、通って、そのモニターぱって見たら、春日の形で、真っ青だった。 <laughs> 真っ青の方。うん、ま、うん。うん、なんかその青、なんか濃い青だった。はい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 。 一日とやってたぶん疲れてたんだろうねわかんないけど真っ青だ怖くてさ家帰ってもう厚めのお風呂に入ってさたっぷり入ってゆっくり寝たんですその日はで次の日起きて木曜日ねあの一発目のショ NFL クラブめちゃくちゃ楽しかったんだよねあう。 真っ赤だったかもね、もそういう仕事ばっかり出てほしい <laughs>、まああの久美さんとね、よく話すみたいな、うんまあ、会話をするみたいなことをさっき話しましたけどもね、うんまあ、大概がもうこの話なんですよ。 あ,あら、そうみたいね。うん、子が何とかだったとか、うん、うんこの後をどうしようかとか、うん、このなんかがあるみたいなね、こういう件とか。いろいろ喋ること、ね。基本この話、子か。 うん、子がも八割だね。ああ。ああ、で、あとはその、ちゃちゃの話みたいな。ああ、はいはい、はい、うん。ほとんどことちゃちゃで占められてます、ね。まあ、そんだけあるんでしょ。話さなきゃいけない。まあね。あ<ー>まあ、そんな、まあ、今考えてみると。うん、そんな感じでまあ、この話よくするんですけどね。うん。あの、日に日にね、まあ、なんだろうな、そう、全部は言って、うん。 ててはいいいなんだけど止めるとうかね良くないなと思ってるからあれなんだけど前も言ってましたけど春日がすごいんかこう細かいことを言ってしまうんでのよ。子に対してねクミさんにここをこうしてくれとか気をつけてくれみたいなんかこうテレビを見てたりした子がねもうちょっと後ろの方で見させてくんないかなとかね。 なんかもうかぶりつきで見てるのよ。目悪くなるじゃないとかさ気になっちゃうんだよね。うんだからまああとちょっと今こういうもうね乾燥してる時期だからさちょっとなんか風呂とか一緒に入っててほっぺたのさ端の方がんかちょっとねかさついてたりしたらそこクリームのってるのかい <laughs> <laughs> あいちいち言っちゃって、これは良くないなと、<ー>やっぱりこう、ね、毎日毎日接する時間長いのは久美さんのほうだから、そんな分かった上えでだったり、たいね、で他のこともやんなきゃいけないから、その手が回らないからそうなってるみたいな状況もあるじゃないですか、そこをなんか横からさ、れこれはちょっと違うじゃないかとか言って、<ー>それ、腹立つじゃないですか。 事情がある、あ<ー>もちろん分かってることだから、できてないみたいなこともあるだろうから、それをなんかね、俺の首取ったかのようにさ、言ってきたんで、私自身も嫌なのよ、あ<ー>まあ言うのが、なんかこの、もっとさ、ドーンとしていたいわけですよ。 あの、団地として、そのなんかあの、昭和のさ、お父さんみたいなさ、なんかすりむいて膝ね、怪我しても、なんかもうつばつけときゃなるだろうみたいな、風になりたい。ほんね。うん、だけど、膝すりむいたなんて火にゃ、消毒はしたのか。いつだそれいつなんだうん。なるほど。どうなんだろうな。 そ,そうなのよ。<ー>で、まあいろいろ細かいことを、やっぱこう言ってしまうわけですよ。タブレット端末、もうタブレット端も一切半なんだけど、あ<ー>もう見るのよ。へぇー。パンマンとかそのノンタンとかがすごいね。すんね見てさ、<ー>なんだったらもうなんか、まあまあこれもベタな話だけど、こう、操作できそうな感じまでなんか言ってんの。うん 画面触ったら止まるとかさ、分かってやってる、ちょっと横にこうね、ずらしたり、はっきりとは操作できてないんだけど、そうするとなんか変化が起きるみたいなことは分かってから、ゆくゆくできるようになる、おそらく。でもそれもいかがなもんなのか考えちゃうそれはなんかね。 一日何、その30分にして欲しいなぁとかさ。ああ<ー>。だけど、その見てたりした方がいろんなね、食事だとか、子供<ー>がよくすん食べるとかね、<ー>集中してるから、その画面に。とかはあるんだろうから、あんまりあれなんだけど。はい,はいはいはい。それに、まあまあ、ね、まあ、多少言ったりはするんだけど、言えてないのがさ、あ,<ー>あの、タブレット端末をこう、立てるように、うん、 置けるカバーがついてるんだ。ねこう、自立して見られるように。それをね、いつもね、あの、ま、椅子に座ってますわ、子供用の。で、テーブルがあって、その、なんかね、ちょっとね、右にずれてんのよ。正面じゃなくて。それをこう見てんだけど、子が。そうするとさ、正面じゃないからさ、その、 右目とさ左目のさ距離が違うじゃない、画面に。そうするとさ左の方がさ若干遠いから、さ目の位置的に。左目の方が悪くなると思うんだよね。正面じゃないと。正面だったら右と左が画面と同じ距離じゃない正面の方がいいのか、じゃあ。それも左にずらしたもしかりよ。右目が多分悪いから、距離が遠いから。 なる,なるほど、なるほど。これはさ、距離が遠いから。画面との距離が遠いじゃないうん。うん、片方の目がさ。うん。近い方が悪くなるんじゃなくてね。近い方だね。まあ、ちょっとだから、<laughs> ちょっとだから、でも聞くよ。本当にもう細かいこと。俺の知り合いでもいて、それでちょっともう、うもうちょっと、うん、うん 外から見てもやばいくなっちゃって、昭和に出版された育児書を買って、それで育てることに変えたっていう人いた。うんうん、全部気になっちゃってるから、書いてあることを気にしてたう、うん。それはやっぱりその、父の方がそう口出ししすぎて気になっちゃうから、昭和の,あの奥さんが買って渡して、<ー>あんたこっちだけ読んでってなって。 なすごい今より、何々を与えとけばいいでしょうとかしか書いてないらしいよ、うんいいね、それで、うん、収まったらしいよ。ああ、そう、うん、ああ、それはもう、一刻も早く見るべきだな、ね。わかんないけどねそう俺は、俺はわかんないけど、あ、うん、あ、そう、うん、そういうやり方もあるんだね、ああ、それはちょっと勉強になったね。うん、でも、うん、なんか、愛してるからだろ まあ、そうだね。なんだこの会話、お前。やっぱ掛けがえがないよ。いよも掛けが、宝物。でも、過干渉になるとまた、うん、あれ、やー反抗期の時大変だぞ。あ、そういうもんかね。いや、俺は知らないんだけど。<laughs> <laughs> あんな知ってるみたいな、育て上げたみたいな言い方しないでくれよ。久 <laughs> 美 <laughs> さんがしっかりしてるから大丈夫だろうし。久美さんは、おそらく、そういう、 や、やつだっていうのもね、母さが分かって、多分うまいこと聞き流してくれてはいると思うの。なるほど、なるほど、なるほど。細かいと。はい。それに甘えて、甘えて、そう、ガンガン言いすぎるのも良くないなっていうのは分かってるんだけども、ついつい言っちゃう。はいはい。ところもあって、一番この、今ね、気になってるのが、あの、虫歯問題なんです。虫歯はい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 。ね、なんかもう、聞くところによると3歳まで、 ね、にも決まると、口の中の、虫歯菌となんか他の菌の割合が、3歳ぐらいの時点で虫歯菌の方が多かったり、割合分かんないけど、まあ多かったの方が悪そうだから、まあ多い方がよくないんでしょうね、そうするともう、その先ずっと虫歯にかかりやすくなる、3歳まで虫歯菌を抑えられると、その先、この虫歯になりづらい、それは何、本当なの ううほんなん,かしなんかネットとかで調べるとよく出てくんだよねなんか全部信じらんないよご時世になってからうんうんでもなんか私が結構虫歯が多かったりしたからさうん、うん、ね子供の頃とか俺も多かったよ、ね、で歯医者さん、うん、きついじゃない子供の頃なんか特にでもそれがあったから、うん、今こうやってラジオできてんじゃないか 俺ね、うん、関係ないと思う。そうでしょ。ちょっと今考えてみたから <laughs>、うん。おかしなこと言ってんなと思ったよ。だけど、いや、一回考えてみようと思ったけど。<laughs> ちょっと無理だった。言ってくれて助かりましたわ。間違って、間違ってて、急すぎるよ。話が。うんうん、近すぎるでしょ。で、そ虫歯問題で、それでね。それな、調べんの。うん。で、まあでも、3歳まで、それで、 だ、ダメだったとしても、うん。仕方がないかもしれないけど、そうだね。できることはや、やっておきたいじゃん。まあね。うん。ね、3歳まで。そらそうだわ。ってね。そらそう思うわ。で、一応、くさんも、それは、わかってくれてて、いろいろ、もう、協力というか、虫歯多いしな、二人とも。 虫歯世代。虫歯世代ちょうど虫歯世代とかないんです。まあまあね、歯医者さん、痛かったりするじゃないですか。もちろん虫歯だから。な、な、なんなのそれで。虫、ね。今日はどうしましたいや、ちょっと聞いてください。どうなさいました今虫歯も、虫歯で、すごく、が一番神経質になってる。私が。 ところで、うん、で、久美さんも、うん、その、うん、分かってもらってね、うん、その、我々が使ったスプーンであげたりとかもし、しないし。うん、それやるらしいね。うん、それずっとやってたら、うん、親戚が来て、あ、うん、げてて、うん ブチ切れそうになったみたいな話聞いたことある。<laughs> ああ、ね。すっごい頑張ってやったのに。そうでまだその、入い始めてそんな経ってないから、うん、まだ一切半だからそんなでもないけど、もうやっぱり気になるよ。だもう誰か、それこそその、うん、ね、うん、私の所沢とかに連れてったりするから、うん、うちだけでやってても、うん できないじゃない、それこそグミさんのご実家にも預けることがあったりとか、<ー>ね、世話見てもらうことあるから言、<ー>言っといてもらって、はいはい、それもどれぐらいの感じで言ってんのかなって、<ー>現場にいなかったから、そこもちょっと気になってるんだけどね、あはいはい、そのはい、はい、強弱あるじゃないですか、あると思う,と思う今日で言ってくれてんのかなっていうね。 い。まあで言っててほしいってことねそうねできれば私はその所沢の方には今日で言ってるからさどういう感じで言ってんのやめろよっつってああそういう言い方でしてんの今日だからもうこれはしょうがない弱だったらそれやめてねできれば書いてる 人には今日で言えないもんね。あの、持ちしょわすやすで怒られてるから、一回もういいんじゃないかいいんじゃないかって、あんまりね。って言われてるから。話さない、その親父さんにね。うん、怒られたから。うん。それがあるから、ところ座で言っててさ、言ってんだけど、だからもう、もう、それもね、真剣さ。ああ、そいや、それもさ、その。むちゃくちゃだったからね、俺たちの時の。むちゃくちゃ。 本当に全部の写真、俺抱っこしながら親父タバコ吸ってるから。ま <laughs>、そうこうだったよね。うん、でも、うん、多分あったんじゃない春日のお父さんも、もんうん、食卓でタバコ吸ってた時代とか。あ,あったと思うよ。あったもん。灰皿がね。その灰皿のあれも全然今でも,も覚えてるもんね。もう今、大問題でしょ。春日の。 子がうととこで誰かすんだいぶ声はもうでもさ不思議だよな本当にどこももくもくしてたんだもんないやそうだねでもうそれで虫歯のこともそうだしもうゼロリスク進行だなじゃあ春日はまあそうなんだろうねでもんかすっごい英語とかやらせそうだな お前ってなんか、今日、なんか、教育熱心そうだもん。外から見てると。ああやらしたいよね。何やらしたいのまあまあ、水泳でしょうん。水泳はもうマストだなうん。うん。いるじゃん、いい家の子でさ、もう月金全部習い事みたいな子。いる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 。水泳だけでいいね、じゃあね。うん、まだ、その、おっしゃってた、英英英語ね。英語 英語もやっぱ耳がいい。ね耳がこう吸収。耳が今覚えるより。子供の頃だっら耳で人気なくなるぞこのオールナイトニッポン。今英語鳴らしてるなバレーってさ、みたいな。バレーもバレもバレもやらせたいのバレーもやっぱ女子だからね。だからその、やって、 なんか嫌がったら、無理やりはやらしたくないでそう、ね、それだからさ、うん、日向坂と仕事しててさ、うん、全員そういう家庭じゃん、教育が、あのすごくちゃんとしたお嬢さん,、ね、ちんたちじゃん、うん、最悪だのそれで俺みたいな人に、うん、はいお、ま、お前とか言われて、なんかやらされ20歳ぐらいになって、そんなに頑張って育ってて。 なんぼのもんじゃいってやっぱ思うよねやってみよう日向坂のさお父様方お母様方もさお目エ見ながらさ「わっわいしちょなんぼのもんじゃいってもう腹割っって言いくれてるぞこの馬の骨のそれも俺らの 一応上か同世代ぐらいだろいや、そうだろうね。うん。うん。もう、うまい、くるーって何度も思ってたろうね、無茶ぶりしとくれんじゃん、みたいな。あ、と K-MAX にもな。そうだね。そもそも K-MAX? 何じゃよ、俺らって。何やらすとんじゃうちの娘にって、多分、春日が。 そうだってなるだろう。だって、その、15年とか経っちゃ、もう。いやいや、ほん当たり前のこと言うけど、15年とか経っちゃ、中3だからね。当たり前だな。<laughs> それにしても当たり前だったな。そう。いや、そんな、何の話、そうそう、何の話だ、ででそう。細かいって話よ。細かい。だから、虫歯のやつが、やっぱ3歳まではなんとか。うん、あのー。なんでそんな冬さ、ずーっと黒くス履いてるような人間がさ、うん その、なんか、ちょっと乾燥してるだけで気をつけんのやっぱ愛してるからいやー、やっぱそうだね。あんた、お前、人気人気なくなるぞ、お前。<laughs> う気ん。<laughs> なくなってきてるらしいぞ、お前。<laughs> <laughs> <laughs> これより嫌な風に言うなよ。なくなるぞ、で止め、止めてほしいよ。<laughs> いやー、それでそのね。わか,かるよ。うん、ちょっと連想はすごい。想像はしたい。 そうなっちゃうんだなっていう。なっちゃう、だからどっかでなんか、切りをつけてじゃないけどね、切りがないから、自分でもなんかもう、嫌は嫌なのよ、言いたくない、でもやっぱりね、もやもやしてるんだったら、ちょっとこう、伝えた方がいいんじゃないのかなっていうあれで、具さんに言ったりするんだけど、スプーンとかも変えてもらうそれももちろん、やってくれてありがたい、でも、それはもう、基本なことなわけです。 で、この間、なんか、子がね、飲むコップみたいなのがあってさ、ストローがちょっとこの上のカバーをずらすと、ピョンって出てくるのが、子どもの、それがテーブルに置いてあって、その隣に久美子さんが飲んでる、なんか買ってきたコーヒー、アイスコーヒーみたいな、ストローがついたカットが置いてあって、それがあったのよ、来た久美さんがパーっと来て、もう。 ノールックで、この方のね、やつをこう掴んで、飲んで、ああ、間違えちゃったって言ったの。はいはいはい。ねで、その見てたからさ、ね、間違えちゃった、なんか、気をつけてよ、ぐらいだったらいいんだけどさ、あの、それ、私ね、すぐ消毒してもらっていいかな、って。ああ、そう。そこに置いとくと飲む可能性があるからね、子が。子が。パッと取って。取って。すぐあの、うん、消毒を。ね。 ああ、そうなっちゃうもん。そうそう、言い方もなんか、ね、良くなかった言い方、これよりも良くない方、多分してるはずなのよ。何してんだと思ってるから、その時ね。うって思ってるからさ。うって思っちゃってるからさ。ね、そんなあるじゃない。そんなミスというかさ、そんなちょっとしたこととかね、あと、久美さんがポテトチップを食べてた。 もうちょん手でね、右で食べてて、で、子がその椅子に、隣で、子が椅子に座って、なんかあの、せんべいみたいなの食べてたの。でね、せんべいがなくなって、まだ欲しいって言って、ちょっと離れたところにあるせんべいを、あの、まあ欲しがった。そしたらクミさんが、その、右手で取ろうとしたのよ。で、それを春日が見て、ちょっと拭いてくんねえかって言ってたよ。手を 右手でこう食べてたから、ポテトチップ。ああそれで。食べてたから、その手で。聞くまでは。その手で、あの、子に、ああ。そ左手で上げてくんないかっつって。うわー、なるほど。うん。うんうんすごいなんか、嫌な顔した。てた。嫌な顔、嫌じゃん。リアルだなすごい嫌な、はい、みたいな。リアルだな言うやつだしなーいうのもわかってるから。そうそうそう。嫌な顔になって。 言ったってしょうがねえやつだからバカだから14しか考えないから23じゃなくて14で考えてくるバカだからいやそうだろ言ったところでこいつは分かりしねえから分かりしねえからああまたというのがあったっていうねそれぐらいな感じで言っちゃうのよ言っちゃうんだねでちょうどさっきですよ 今日1回、家に帰ってから来たんだけどね、日本放送に、ちょっとした時間があったから、で、ちょっと横になってたのよ、寝室で、そしたらね、ま久美さんも作業をしてて、あ、風呂入ってたのかな、で、風呂から出てきて、その間、子は遊んでた。 おもちゃとかで。で、その間にこの風呂入っちゃおうなんつって入ったんだろうね。そしたら、クミス、私が呼んでた声だけしか聞こえないんだけど、あの、だめよ、だめだよって言ってんの。なあ。子に対してね。はいよ。なんだろうなと思ったそんな、あの、だめよってって、そんなゴミ箱ら拾って、うん。うん。あの、アイスのね、カップなんか出して、こう、なめしたダだめよなんて言うのよ。はいはいはい。 おっと思ってさ、うんうん、アイスのカップ、なめ、うん、いや、口に口に,入れとるがな <laughs> 口に入れとるやないかい <laughs> と思って <laughs>、これで、ね、私は見てないからさ、うん、どういう状況なのかわかんないけど、うんうん、でもう,もう、もうん、<laughs> と思ったから、瞬間的にさ、うんうん、結構、もう声荒げちゃってさ。風呂で 私はこうね、ベッドにいる。で、クミさんは、風呂から上がったばっかりぐらいで、ちょっと顔を出してんだね。顔は出してる。私がいるところが見えないわけ。ところで。クミさんのことは見える。声も聞こえるけど、この状況は分からない。部屋の構造上とか、配置上。でも言ってるから、おっと思って。で、だめだよ、だめよ、話してとか言ってるんだけど。いや うスタドリやないかいと思って、うんうん、いや、そんなんじゃ話すわけあれへんやないかいと思ってるのよ。なるほど。もう、ってもう取らないと。うんだめよだけなのよと思って。だからさ、もう、もう、うん、いけーって言って。<laughs> <laughs> いやそれもう、キングダムみたいな。<laughs> <laughs> 本当よトよ、突撃みたいなことよ。行 <laughs> <laughs> けって言って、行ってって言ってさ。<laughs> 言ってさ。いや、そんなの聞かないか、ね、そお前が行けよにはならない。いや、そうだね。うん、返す言葉でなかったっけど、ね。何でお前はさ、確か軍のさ、なんてうの,あのテントの中にいんのよ。の軍師の立場で。 行けけって言う <laughs> お前がいけよにはなら,な,いならそうだから、うん、その眠かったっていうのもあるしそれもね「てめえが行けよ」って言っの久さん言わなかったの「うん、寝ろ!」って <laughs> そうはならないそうならないならないよ「行け」って言って「あああ」つって言ってパーッと通りに <laughs>、うん そでね私もさどういう状況だったのか見たいと思ってパッて行ったらさそのクミさんがね持ってんだけどあのなんでこういうことになるかねっつってそこからなんだゴミ箱にねそのなんでゴミ箱に捨ててあるんだその、まず。 台所の方の、その柵がある。台所の方のゴミ箱の捨てればいい話じゃないのなんでああ、なるほど。その今にある、ゴミ箱にそのハゲンダッツの。って言ったらもう。恐ろしいな。うん。久久美さん、はぁ、つって言って。うんうんうん。いやいや、つって言って。いや、このハゲンダッツのラムネーズ。うん。春日が、昨日のね、 っててて食べてここに捨てたんで「い、ね、行け!」って言っちゃったからね<ー>やっぱ同じぐらいでおお!」って言っちゃった <laughs>